扉が一つ。うわぁ！そら死ぬ。どうもー、鳥の爪団外です。ホラーゲーム企画からすすめ第257弾はこちらのゲームクレアやっていきたいと思います。先日こちらのゲームの開発会社の方からぜひ実況してくださいということで、Steam キーの方をいただきました。ありがとうございました。どんなゲームかざっくりと説明しますと、こちらのゲームはですね、ホワイトロック邸と呼ばれる、お屋敷から脱出を目指すホラーゲームになります。まあ今まで実況してきたゲームで言いますと、アリスマッドネスリターンズとか、あとはアイリースフォールとか、ああいった感じのちょっと可愛らしさと不気味さが融合したようなゲームになっています。どんなゲームになっているのか早速プレイしていきましょう。難易度選択、白明暗黒ロックされてる状態となってますけども、どうしよう。俺簡単がいいな。多分簡単ってことでしょ。コスチューム選択、あ、そういうのもあるんだ。シークレットエンディングを見てアンロック。混沌難易度をクリア、いやもう書いちゃってる、ネタバレしちゃってんのよここ。デフォルトでいいかな。やっていきましょう。あ、やっぱお誕生日だったんだね。おめでとう、お姉ちゃんと。さあ、クレア、お嬢様、何なりとお望みを。ちょっと怖いね。あの、肩持つ感じ、ちょっと怖いね。ママはどこ？奥様は忙しいのですよ、クレア様。なるほど。なんだ、なんだ、なんだ？弟がすごい顔してるけど。今のは一体？You two stay here. お二人はここでお待ちください。私が見てまいります。あ、でもいい人っぽいね。かわいいね、どのキャラもね。けど、私たちも行った方が良さそう。でも、フロラインが待ってんさいって。混沌が眷属、近くにいるみたい。やばいのいたね。お姉ちゃん怖いよ。Stay close to me. しっかり後ろついてきて。ママ、パパ、フロライン、みんなが無事か確かめなくちゃ。そうだね、早く行かないと。なるほど、横スクロールでああいうものから逃げていくようなゲームなのかな。操作方法こんな感じになってますね。キーボードで当初やろうかなって思ってたんですけども、ちょっとコントローラーの方が良さそうな感じしますね。普段なかなか使わないような H とか V とかさ、J とかって結構キーが複雑なので、今回コントローラーでやっていこうと思います。さあ、ということでやっていきましょうか。走るが X ね。あ、なるほど。あ、これが隠れる。あー、なるほどね。オッケーオッケー。なんとなくはわかるぞ。で、これはハテナのマーク。時計は着々と進んでるんでしょうか。びっくりのマーク。なんかいろいろあるんだね。これは調べられるね。パパの手紙、エドモンド、姉に1日1本ポーションを飲ませることを忘れぬように。何それ。もし彼女が正気で亡くなったらまっすぐに私のところまで来なさい。いいね、クレア、愛しい娘よ。これは決して君のせいではないのだ。私と母さんが必ず解決策を見つけよう。約束する。なるほど、なんかそういうものを飲んでないと制御できなくなってしまうのか。ちょっと怖いね。ここは4入れるのかい。あ、入れますね。3、あ、これ鍵じゃない。鍵を拾いますか。歯抜けの鍵、ほう、なる、拾おうか。で、なんかもう一個ドアの音したんだよ今の。あ、なんか音がするぞ。待って、入った方がいいか。あ、雲とかもいるな。どういうやつがどういう風に襲ってくるのかが分かんないよね。これ隠れられるポイントかな。これあれじゃない？あ、なんか追ってきてる感じするぞ。あ、開けてきた、開けてきた。トイレを流したことによって、やってきたのか？ほら、近いよな。右側で音。あ、おら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 ！え？大丈夫？これ。おお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 。基本撃退はできないわけだよね。もう隠れるしかできないわけだもんな。じゃあ。あんまり走り回ったりしてると危ないかもしれないね。あ、ポーションだ。これさっき書いてあったやつかな。拾ってみようか。あ、やばいかな。来るか。
どんぐらいの距離感にいるのかが全然わかんない。まあ、やばかったらね、走って逃げりゃいいんだもんな。奥行ってみようか。2番まで来たね。こっちの奥は？うわ、怖っ。トイレがあって、隠れるところと、あ、これあれじゃない？金属片を拾いますかと。オッケーオッケー。で、一回ちょっと隠れて、これなんかさ、インベントリ合体できたりとかするんじゃない？アイテムを選択して詳細を確認しますだもんね。何かと組み合わせられそうな金属片。あ、これ組み合わせできるよな。組み合わせてあげて、中身を確認。M 刃を刺した鍵。もう一つ刃が刺せそう。なるほど。じゃあもう一個何か探さないといけないんだ。なるほど。なんか接着剤でも持ってたんかな。ね、どういう接着方法なのって感じだけど、ちょっと奥行ってみようか。わー、まだ結構奥行けそうだな。行ってみよう。あ、やばいな、これ危ないね。だいぶ近かったのかな今の音は。あー、音を意外と頼りにした方がいいのかもしれない。ここエスケープポイントあるね。ワンチャン入ってきそうな勢いなんだけど、大丈夫かな。左側行ってみようか。あ、こっちは、あ、怖っ。誰か今扉開けてたよな。あ、いる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 。通り過ぎた。いけるか、いけるか、いけるか。よし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 、いいんじゃない、いいんじゃない。で、ここ一回入って、エスケープポイントがあるような扉はこういう感じの作りしてそうだよな。一回ちょっと中入ろう。怖ー、意外と怖いんだけど。難しそうこのゲーム。あ、あったあったあった。ここにも一個かけら拾っている。あ、怖いな。一回また中入って、ここで安全に作ろうか。いいんじゃない、でもなんだかんだ順調じゃない。組み合わせてあげて、あ、あった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 。これを拾って中一回入ろう。多分トイレだよな、ここも。あ、なんだなんだ、うわわおって、なんだ、一回入ろうか。なんかいたのか今、そこになんかいるよね、右側ね。あ、入ってきたね、闇の眷属たちよ。12秒みたいなやつら。バレてたまるかよ。すげえな、なんかジェフザキラーみたいな顔してな、都市伝説のやつの。オッケー、走ったことによって今バレたと。分かったぞ、要領は分かってきた。書物ちょっと読んでいきましょうか。メイドの日記。ご主人様は混沌が眷属を研究室に閉じ込めることにご就寝のようだ。連中の力を手に入れようとしているのか、それとも例の、戦乙女を目覚めさせようとしているのだろうか。この家族は薄気味悪いが、幸いにも給料の払いはいい。お金もまた力だしね。なんか癖のある日本語だな。あ、MT これじゃない。あー、いたいたいた。今まで作ってきた鍵で開けられましたね。脱出に成功した。あ、なるほど。あ、こうやって時間とかも出るんだ。なるほどね。おお、すげえとこ来たな。エド、どこ行ったの？え、一緒に来てたんじゃないの？私自身？お前は？クレアよ。助けがいるようだな。中二だな。ちょっと中二だな。そうかもね。お前のは勘弁だけど。母も父もいないのだぞ。誰を頼るというのかね。さあ行くぞ。我が手を取るの。ああ、もう一人の僕。ああ、すごい。強制的に手を取ってくる。お姉ちゃん、お姉ちゃん。大丈夫だよ。姉ちゃん、その傷、ポーションはまだあるの？なんか傷負ってんの？別に大したことないよ。それよりフロラインを見つけなくちゃ。どこにいるんだろう？さあ、もう行かないとね。うん、なるほど。で、
いや、今行ったんじゃないの？もう同じとこ戻ってきて。あ、セーブポイントがこのバースデーケーキなんだ。へえ。で、何やら数字みたいの。2とようわからん文字が2つ。ここは隠れられる場所。で、モノクロの扉。で、ここで行き止まりか。なるほど。開けてみよう。またメモ帳ありますね。職員通達。混沌が雲の所注意。職員通達。混沌が雲が近隣で確認されています。もしあなたが狙われた場合、振り返って対面するようにしてください。慌てて走って逃げても殺されるのが関の山です。先日倉庫で亡くなった2名の鉄を踏まないように。癖日本語だな、なんかやっぱり全体的に。なんかあれなのかな、もともとこの開発会社の人とかで日本語に精通してる人がいるのかな。ちょっとかっこいい感じに仕上げてきてますよね。で、また足音が聞こえると。これは危ないのか？あ、ポーション残ってるみたいなこと言われてたから、使った方がいいのかな？あ、なんだなんだなんだ、ああ、おおおお、あ、雲だ、雲だ、雲だ。慌てず、走っても殺されるだけみたいなの書いてあったもんね。あ、なんか宙に鍵置いてんだけどな。扉があって、さらに奥に行くと、雲近づきすぎると危なさそうだよね。今みたいななんか幻覚みたいのを見かけてたのか。ここはお掃除部屋。まだ置かるね。焦らず焦らず。L と X。あ、で、ここでストップ。なるほど。じゃあ引き返さないといけないから、雲いるじゃない。あ、いなくなった。よし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 。慌てず行くぞ。これは？あー、音を出すところ。ってことは、危ないね。下手に音出すと寄ってきちゃうよな。あ、2！ これは必要なんじゃないか？なんか2は押す必要ありそう。で、隠れる場所がある。で、トイレ。え、結構広いな。広いね。待って、先に2だけ押して、隠れてみようかな。なんだ、プシャー言うの何？これやってみよう。目を開けて、隠れます。あ、雲寄ってきたね、今ね。で、一回ポーション使っとこうかな。なんかダメージ負ってるもんな。使用しとこう。あ、扉開けてきたかな。あ、ドゥーン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 、これあれだね、寄ってきたね。わー、背中から雲の足みたいの出てるよ。そうだよね、俺が音出したから寄ってきたんだな。あそこのバースデーケーキの横に書いてあった文字を順番に開けてあげる必要があるんじゃないかなって気がするんですけども、どうなんでしょうかね。トイレ入ってみようかな。ここも隠れるところ。あ、鍵のパーツあるじゃない。これ必要なやつだね。歯抜けの鍵。じゃあ、あいつが奥に行った方だけど、こっち行ってみようか。いないよね。よし、行こうか。いや、でも気をつけたいね。またトイレがあるか。トイレにも結構アイテム落ちてること多いんで、一個一個見ていきたいところですよね。あ、あったねー。これはキャンドル？アーケインキャンドルを拾いますか。これなんだろう？何使うやつだろう？来そうで怖いな。ちょっと一回隠れつつアイテム確認してみようか。敵を寄せつけない。部屋を出るまで効果持続。無敵アイテムじゃねえか。あ、じゃあ、いざ積みそうになったらこれ使った方がいいのかな。左側行きつつ、ここに隠れる場所あるね。あ、で、またあれだ。この絵画みたいの。これ3番目に押すべきやつかな。このニョロンとしたやつね。69はちょっとエッチいぞ。あ、なんかまた雲。来てるね。ああ、え、食われた。ゲームオーバー画面怖。ちょっと手前の部屋から入ってみましょうか。さっき行かなかったとこ。あ、木の葉のとこ、ここ開かないんだ結局。あ、木の葉の鍵ありますね、ここにね。これでも取れないよな、おそらくな。なんかアイテムが必要なんだろうな。じゃあ結局開かない扉が多かったって感じだね。で、左奥まで行くと LX だもんね。あ、じゃあこれ状況的には変わってないな。
2番のやつ鳴らして上を押してもらって中入るだろ。 OK、 さあ来なさい、血に飢えた闇の眷属よ。我の前では何人たりとも言葉が出てこん。クソ、もう12秒は卒業してるってことでよろしいでしょうか。ああ、まがまがしい。よし。あ、来た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 。結構歩みはゆっくりだよな、あいつらな。過ぎてもらって、アイテム回収して、一回中入って。このスーッとした縦動き。で、これを組み合わせていく。もう一つ歯が刺せそう。なるほど。まだもう一個必要か。で、ここは、あ、そうだそうだ。結局、雲が襲ってきたんだよな。ここで死んだんだよな、俺。あー、来てる来てる来てる。走るのは良くないって言われてるわけだから、中入ってくだろ？オッケーオッケー。で、このマークは違う。これでもないもんな。なんか7みたいなマークにちょっと近かったやつだよな。ないね、意外とね。トイレの中入ってみようか。大丈夫、俺はまだマップ把握できてるぞ。ここはトイレが流すところがあって、あー、アイテムないのか。出ようか。もうちょっと右奥行ったら何かあるか。3番か。なるほど。あー、雲来てる。危なー。よしよしよし。で、噴水マークみたいの、そして H みたいなマーク。あ、これだ。これ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 押すべきやつ。あー、なるほど。これ押して、で、中入ります。音鳴らしちゃったからね。あれ、来ないね。敵来ないわ。大丈夫かな。じゃあトイレ入ろうか。ここにラスト1個のパーツ入ってんじゃないか、どっか。あ、書籍あるな。ちょっと読んでいこう。メイドの日記。今朝、混沌が眷属を回廊で見てしまった。ちょっと日本語変だぞ。あいつは研究室から逃げ出したのだろうか。ここの家の連中といると頭がおかしくなりそう。特にクレア。え、嘘。これまで彼女が笑っていたところなんて見たことがなかった。前に私が、お腹を下してメインホールでうなっていた時もだ。主よ、どうか誰もこれを読むことがありませんように。そのクレアが読んどる。アイテムでもこの部屋ないのか。マジか。ここででも行き止まりということは、戻りつつ、なんか変なマークのやつを押したいところですよね。で、3番の扉入って、ドゥンドゥンのエリアにはなってくるけども。あ、別エリア行ったかな？ナイス。で、最後の番号みたいなのがこれだ。これを押さなくちゃいけないんだけど、隠れるところが右側にあるか？あ、あるね。雲ちょっと一回来てるから、一回入ろうか。落ち着いていこう。うん。で、出て、で、あの子がやってくるけども、これ押さないわけにはいかないもんね。なんだ？ウェウェウェウー。なんか入ろうか。危ない危ない。なんだ今の？ウェウェウェウー。なんか3個目押したからかな。ゼルダの伝説で言うとこのゴマダレーみたいな、ああいうやつだったから。ウェウェウェウーっていうのが、このゲームのゴマダレ要素なのかもしれない。さあ、敵が入ってくる。ただ余裕でかわしいの。音が鳴ったところをやつが確認しに行く。ただなんもないねー言うて戻ってきて、かわいらしいね。うん、意外と自分の仕事を全うするタイプだからね、あいつはね。真面目なタイプ。あ、これが取れるようになったのか。あ、やばい、来てる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 。あ、でもモノクロの扉まで来た。入るでしょ。で、ここに確かセーブポイントがあったはずだから、あ、オッケーオッケーオッケー。よし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 。セーブしていくー。さあ、じゃあセーブしてきたんで、木の葉の鍵を使ってここ入っていこうか。何が待ち受けてるのか。庭に出てきた感じだよね。また別の敵もいるかもしれないね。あ、アイテムあるじゃん。
これ X のやつだ。オッケーオッケー。あとは一応右奥まで行こうか。言って、こわ。扉が一つ。空死ぬ。